アハゴン、アジサイビーン。さあ、今回の沖縄観光チャンネルは、2021年7月に行ってよかった沖縄の料理をベスト3を紹介していきまーす。大人気企画でございます。グルメね。やっぱグルメ情報って大事ですよね。観光に行ったらさ、例えばいろんなとこ巡るのもってもちろん楽しいさね。いろんなとこ沖縄巡ってからさ、あ、ここよかったね、とかっていうのももちろん最高ですよ。で、それプラスやっぱ食事。大事ですよね。何食べようかなってね、沖縄どんなのがあるかなって皆さんね、事前にたくさん調べると思うんですよ。だけど、実際ね、やっぱお店がたくさんありすぎて、どこに行ったらいいのかわからない。多いと思います、そういう時ね。アハゴンアジサ、いろんなとこ食べに行っております。ね、もう本当に毎月毎月いろんなとこ開拓していってですね、行ったことない料理屋さんに行くようにしてるんですよ。だから私あんまりね、同じお店にあんま行かないんですよ。というのも、いろんな料理を食べてみて、あ、ここ美味しかったなっていうのを紹介したいなと思っていて。で、まさにこの7月、今8月ですけれども、先月もね、いろんな料理屋さん行って、あ、ここデージ美味しいと思ったところをですね、今回紹介していきたいと思いますので、皆さんの沖縄観光、沖縄出張にね、ぜひ参考にしてください。では紹介していきます。で、いろんな食べに行った中でですね、ベスト3に絞りました。で、3位から順に紹介していきますので、楽しみにしててください。じゃあもう早速いきましょう。いや、そうそう。はい、まず第3位からいきましょう。第3位は、国頭郡国頭村にあります、こちら。国頭港食堂です。はい、来ました。最近ちょっとライブ配信でもちらっと紹介したんですけれども、まず国頭という地域がですね、沖縄本島の北部にあります。そのヤンバルという地域になるんですけれども、そのね、ヤンバルという地域は最近世界自然遺産にね、登録が決定したんですね。で、早速ね、やっぱね、こう久々にヤンバル行ってみようやさと思って行ってみたんですよ。そしたら、なんと国頭村にね、美味しい食堂があるっていうのをね、聞いてちょっと調べてですね、行ってみました。それがですね、国頭港食堂なんです。お魚がね、非常に有名な場所みたいで、お魚を今回お目当てに食べに行きました。外観がね、こんな感じです。オープンちょっと前に行ったんですけれども、もうね、待機してるお客さんね、数名いらっしゃいましたよ。で、オープンするさね、入っていくさね、すぐ満席になりました。こちらのね、国頭港食堂は、地元の方が多いんですよ。これいいよね。地元の方がさ、美味しいと思って、こう、愛しているところって、私とってもいいなと思っていて、それもね、今回ちょっとポイントが高いところの一つです。でね、これ今、お店の外観を正面から撮影してるんですけど、ちょっとね、横の方、ちらっと見ると、こんな感じで、実は海が見えるんですよ。これ最高じゃない？外。しかも椅子とかテーブルがあるわけさね。で、後からちょっと知ったんですけど、テイクアウトっていうの、テイクアウトではないか。注文して、外にこの椅子とかテーブルあるところでね、ご飯食べてるね、ファミリーの方も何名かいらっしゃいました。あ、こんなのもできるんだと思って、いいですよね。晴れてる日。しかもさ、風も結構あるので涼しいんですよ。で、こういったあずま屋とかだとさ、日焼けの心配もまあいらないじゃないですか。いいなと思って、これちょっと感動しました。で、実際中に入ってみるとこんな感じです。だいたいね、4人掛けの椅子とテーブルがね、まあ複数あって、で、真ん中にちょっとね、生けすみたいのがあって、まあ、運が良ければ魚が見られるんじゃないかなと思うんですけど、この時、私が行った時は、生けすの中には何も入っていませんでした。これ、オープンと同時に入ったから、結構ね、撮影できたんですけど、もうこの後人がいっぱい入ってきたからね、大変でしたね。で、私ね、今回ね、頼んだのは、刺身3点盛りと地魚のフライセット。こちらを注文しました。欲張りだよね。刺身も食べたいし、フライも食べたい。そういう時にすごいいいなと思って注文してみたら、びっくりこれ。登場したのがですね、こちらです。かなりボリューミー。しかもよく見てください。刺身3点盛りって書いてたけど、全然3点じゃないんですよ。ちょっとさ、これがめっちゃびっくりしてさ、これさ、5点盛りじゃないの？と思ったんですけれど、まあそれはいいとして、沖縄のお魚。そして、フライ。このフライはね、毎日変わるそうです。今回はマグロのフライでした。沖縄ってマグロよく食べるんですよ。結構スーパーとか行っても圧倒的にマグロの刺身が一番多いです。結構ね、よくマグロ取れますし、美味しいんですよね。で、この、刺身3点盛り。5点だけどね。3点盛りと、魚のね、
フライセット頼みました。美味しかった。ちょっとアップにしてみます。じゃじゃん、いいでしょう。油が乗っていてね、カツオ、私カツオめっちゃ好きだわけ。カツオのたたきとかも最高なんですけど、カツオとかマグロとかね、あと貝、そして白身魚、そしてフライで、この魚がやっぱ新鮮でさ、厨房で作ってらっしゃる方がもともとお寿司屋さんとか割烹で働いていた方、そんな方々が作ってらっしゃるので、そりゃ美味しいんですよ。しかもね、旬の食材を取り揃えておりますので、取れたてのね美味しい刺身ですので、もう鮮度がねやっぱいいんだよね。うまい、シンプルにね美味しい。甘くてさ、口どけが良くて最高でした。でこのフライもさ、いい感じにもう揚げたてだからサックサクで、中のねマグロがねほんと美味しかった。マグロって刺身も美味しいけど、フライも美味しいんだなと思いました。フライで食べることってなかなか私普段ないんですけど、刺身が圧倒的に多いんですけれども、マグロのフライ、このタルタルソースにつけて食べるとね、もう最高に美味しかったです。いいでしょう。しかもね3つも入っててね、結構ボリュームたっぷりで大満足でした。で、カメラマンと一緒に行ったんですけれども、カメラマンは近海マグロ漬け丼っていうのを注文してました。それがねこちら、これまた美味しそうでしょ。熱々のご飯の上にさ、取れたてのね沖縄のマグロがぎっしりと乗っていて、マグロ漬け丼ね。で、ごまとネギとわさび、たまらなかった。なんで私がこうやって言うかっていうと、ちょっと一口いただいたんですよ。まあ、恒例なんですけれども、カメラマンのもね一口いただいて、すっごい美味しかったんです。そりゃ地元の人来るわって思いましたね。国が見住んでたらね通いたくなるレベルの美味しさでした。ちょっとね先ほどの話にちょっと戻るんですけど、外に出るとこうやってね美しい景色が見られて、近くにね漁港がありますので、海も見られますし、でそんな中ね食事終わった後にドリンクテイクアウトできるので、ドリンクテイクアウトして、私はこのマンゴージュースをテイクアウトして海を見ながら楽しみました。ここまで最高じゃないね。もうそりゃねベスト3に入るわっていう納得のいくラインナップだと思うんですよ。景色抜群でね、味も美味しい、ドリンクもテイクアウトできる、外でもご飯食べられる、これなかなかないですよ、この大自然の中。はい、これはもう私とても感動したので、今回第3位に入れました。国頭にね行くよっていう方はね、国頭港食堂ぜひ行ってみてください。おすすめです。いやそうそう。じゃあさらにそれを上回る第2位は一体何なのかってとこですよね。気になりますよね。はい、では第2位紹介していきましょう。第2位は那覇市あさとにあるお店です。じゃじゃん、クレープの森です。クレープ来ました。めっちゃ大好きだわけ、クレープ。もう最高に美味しい。皆さんどんなスイーツが好きですか？私圧倒的にクレープなんですよ。ケーキよりもクレープ。クレープは昔から好きだな。なんか昔からね憧れがあってね、実際自分でも小さい時ですけどね作ったりとかしてたんですよ、クレープ。それぐらい好きで、で先ほどほら私あんまりこう同じお店何回も行かないって話したじゃないですか。だから1回行ったお店はどんなに美味しくても、なるべく日を明けてから行くようにするんですね。このクレープの森でクレープ食べた時はもう衝撃受けて、明日も行きたいと思ったんですよ。まあ、だけどもちろんね我慢しましたけど、それぐらい美味しかったんです。外観はこんな感じです。はい、クレープの森っていうね黒い外観の店なんですけれども、もうこのいちごのさクレープの写真に惹かれてさ、あこれって多分絶対美味しいだろうなと思って、ずっと前から気になっていたお店だったんですね。で行こうと思ってたけれども、なかなか私が都合が合わないとか、で行けそうだなと思ったらお店が休みとかでね、なかなか行けなかったんですけど、やっと今回行けたんです。でそこで私はですね今回、まあ、メニューがねすっごい多いんですよ。このクレープの森さんのクレープって通常のクレープ屋さんよりもの倍ぐらいあるんですよ。でその中でも私クレープ3つも頼むときはだいたいバナナチョコなんですけれども、今回もバナナチョコ生クリームを注文しました。それがこちらです。美味しそうでしょ、うん、最高に美味しかったこれ本当に。皮はねもっちもちで、しかもね皮の大きさもね3種類から選べるんですよね。そう、面白いなと思ったのが、種類がこの大きさの種類が3種類から選べて、まあ、私通常のクレープの大きさノーマルを頼みました。このねバナナチョコ生クリーム本当に美味しくてね、クレープもっちもちのクレープ生地に生クリーム、そしてカスタードをね追加してチョコソースにバナナ、最高でした。
すっごいシンプルなのよ味は。シンプルなんだけど、なんていうのかな、甘いんですよもちろん、甘いんだけれども甘ったるくないの、優しいんですよ味わいが。これ不思議だなと思って、ブルーシールのクレープも大好きでよく食べてたんですけれども、ブルーシールはどっちかっていうとやっぱね濃いんだよね、アメリカだなっていう感じがするんですけど、このクレープの森に関してはすっごいね割とあっさりしてます。だから皆さんが想像してるよりもあっさりしてるから食後感がすっきりしてるんですよ。なんかさ甘いもの食べた後って食後感なんかすっきりしない場合って多いじゃないですか、ちょっとなんか重たすぎるなとかってあると思うんですけど、今回のこのクレープに関しては食後感もバッチリ。ちなみに私ね沖縄そば食べに行った後にクレープ食べたんですけど全然いけましたね、全然余裕で食べられました。それぐらいあっさりとしていて、だけどかつあっさりなんだけど甘くて優しくて美味しい、毎日食べられるんじゃないかなって思います。なんで毎日かって言ったかというと、メニューがねやっぱ豊富だから、ちょっと次は他のものも食べてみたいなって思いました。気に入ったのでこれ多分通うと思います。でもう一つね、いちご&生チョコ&チョコチップという、クレープも注文しました。これがお店の人気ナンバー3位だったんですね。第3位、人気のねナンバー3で、先ほどの私が紹介したクレープが人気ナンバー4だったんですね。でこちらもね、このいちご美味しかった。しかも見た目めっちゃ可愛くないですか、このいちごのね、丸々と入ったこのいちごね、いちごとチョコチップ、そしてこのクリームですよ、これもね甘すぎなかったんだよね、なんか優しい味わい。これどうやって作ってるのかなって本当不思議でたまらないぐらい、それぐらいね美味しかったです。はい、クレープの森とってもおすすめです。これ地元の方にもおすすめしたいなと思います。美味しいので一度食べてみてください。おすすめです。いやそうそう、さあでは来ました、こんなに美味しいクレープとあんなにも素晴らしい景色の中食べられる食堂ね、美味しいお魚を差し置いてですよ、1位に一体何が来たのか、早速行きましょう。第1位は那覇市泊にあるお店です。これはね地元の方大好きなんじゃないかな、大好きな方多いですよきっと。で観光で沖縄行ったことあるよっていう方も、おそらく食べたことあるよっていう方いらっしゃるかもしれません。こちらです、富士屋泊本店です。来ました、富士屋のぜんざい。富士屋といえばね、もう沖縄で富士屋といえばもうとっても有名なんですよ、ぜんざいが美味しいんですよね。はい、早速行きましょう。外観こんな感じ、非常にポップですよね、カラフルで可愛らしいなと思っていて、ぜんざいがメインなんですけれども、沖縄そばとかタコライスとかタコスとかそういったのも食べられるんですよ。だから普通にランチしに行ってぜんざいも食べられるっていうのがめっちゃいいなと思いました。店内ですね、店内こんな感じです。結構広々としてましたね。あ、ちなみにこれウサギが中にいるわけじゃないですよ、心配しないでくださいね。これねウサギの人の顔がちょっと映ってたので、ウサギのねこうスタンプでちょっとね隠しております。私が行った時はお昼よりちょっとお昼時間帯だったかな、お昼ちょっと過ぎぐらいだったんですけれども、本当に地元の方が圧倒的に多かったですね。なんか打ち合わせしてたりとか、あとママ友かな、あとママさんがちょっと複数に3人とか4人でお茶してたりとか、あとは地元の学生さんとかね、カップルの方とかがとっても多かったです。奥の方に行くと実はグッズとかも売っていて、そう、富士屋のグッズも販売してるんですよ。すごくないこれ。しかもこのね奥の方に置いてあるカップとかも実際にお店で出てくるんですね。で今回私が注文したのが黒糖ぜんざいで、練乳を追加しました。ぜんざいがいろいろあって、富士屋のぜんざい、まあ、スタンダードは富士屋のぜんざいなんですけど、それは、それとこの黒糖ぜんざい何が違うかっていうと、氷がですね、ぜんざいの氷の部分が、小豆なのか黒糖なのかみたいなちょっと違いがあって、私黒糖がめっちゃ好きだから黒糖ぜんざい注文しました。で練乳も追加したんですよ。これなんでかっていうと、ぜんざいってさ、ちなみに沖縄のぜんざいってあれなんですよ、氷が入ってるのでかき氷みたいなぜんざいなんですよ、沖縄のぜんざいって。あ、そう、それを言うの忘れてました。沖縄のぜんざいはぜんざいがあって、下の方に甘く煮た豆とかね白玉が入っていて、その上に山盛りの氷が乗っていて、かき氷みたいな、でその上になんかこうシロップみたいなのかけて食べるんですよ。そういったぜんざいなんですね。こういったかき氷とかもそうなんですけれども、
最後に行けば行くほどちょっと味が薄くなっていくじゃないですか。氷が溶けてシロップの部分もなくなっていくから、だからちょっと練乳を追加しようと思って練乳を頼んだんですね。そしたらね、めっちゃびっくりしました。この後届くんですけれども、テーブルにね届いたのがこちら。ちょっとびっくりしません、これ。甘く煮たね、豆に白玉で、本来ならこの上に氷が乗ってるはずなんですけれども、この富士屋の泊まり本店に関しては氷が別なんですよ。これめっちゃびっくりして、あれと思って、ちょっと氷のね味がなくなることを想定して練乳頼んだけれども、練乳いらないんじゃないかって思ったぐらい、それぐらいちょっとびっくりしました。こういった出され方は今まで私経験したことがなかったので非常にびっくりしました。ちなみに私富士屋のぜんざいって何度も食べてるんですよ。で、なんでじゃびっくりしたかというと、富士屋のぜんざいってこの泊まり本店以外にも、例えば沖縄の大型商業施設でイオン那覇店とかね、イオン那覇店のエスカレーター登っていって、4階から上が駐車場なんですけれども、この駐車場に行く間にですね、富士屋のちょっとちっちゃいコーナーみたいのがあって、そこでテイクアウトできるんですよ。私ね、よくそこでテイクアウトして買ってたんですよ。というのも、自分の親がすごいぜんざいが好きで、よくぜんざい食べたい、ぜんざい食べたいって言ってて、ぜんざいテイクアウトして、例えばおばあの家に行ったりとかね、そういったことよくやってたから、私は富士屋のぜんざいに関してはいつもイオン那覇店で購入してたんですよ。だから本店に行ったことがなくて、で、このイオン那覇店で購入してた富士屋のぜんざいは、こうやって豆、そして白玉があって、氷があってみたいな感じだったから、それを想像してたんですけれども、本店に行ってみたら、氷と豆が別だったから、と思って、これめっちゃ驚きました。でもこれいいよね。デージいい考えだと思わないですか？ね、だって追加することもできるから自由だしね。そう、こうやって甘く煮たね、豆に、そして白玉、これ白玉デージ量多いさと思ったと思うんですけど、実は今富士屋の、本店が、オープンして30周年ということで、記念してね、白玉がね結構追加できるんですよ、無料で。いくつ前だったかな、結構たくさん追加できていて、私も白玉をじゃあっていうことでたくさん入れてもらいました。しかもね、白玉の大きさが通常の白玉よりもちょっと小ぶりだから、いっぱいあっても全然大丈夫なんですよ。すっごい美味しかった。で、この氷、これがまさに黒糖でつけられた氷ですね。めっちゃ美味しかった、感動しました。氷だけ食べても普通に美味しいし、もちろんこのねスプーンですくって氷食べて、豆を食べて白玉食べると、もう口の中でね、ぜんざいが出来上がりますから、最高でしたね。美味しかった。で、ここでですよ、皆さん食べているとちょっとなんかこう口の中がぜんざいのね味になってきていて、なんかちょっと他に一回箸休めではないけどさ、ちょっと間に休みが欲しいなって思う時ってあるじゃないですか。何でもそうだと思うんですけど、食事してるとね。そんな時、富士屋泊まり本店ではこういったものも出してるんです。これ何でしょう。これ沖縄の人はね、もうすぐ分かるかと思います。これね、亀せんべいなんです。もう見たまんまなんですけど、亀の甲羅みたいな形をしているせんべいだから亀せんべいなんですね、これ。で、味は塩味なので塩せんべいみたいな感じなんですけれども、この塩せんべいをちょうどこのね、ぜんざい食べてちょっとした時に、あー、なんか口なんかね、ちょっとこう一回リセットしたいではないけれども、一回ちょっと休みたいなと思った時は、このね、せんべいを一口食べる。そうすると一回ちょっとリセットされて、またぜんざいが食べられるんですよ。これは考えたのすっごいなと思いました。しかもこれ塩せんべいって別に塩せんべいだけをね追加するんじゃなくて、普通にセットでこうやって出てきたのでびっくりしました。1個ついてました。で、この塩せんべい食べて、ぜんざい食べてっていうのを繰り返していくと、もう最高に美味しかったです。そしてね、実は今回他の食事も頼んでみようと思って、タコス、マイルドタコスというのを頼んでみました。1ピースから注文できるので、味見したい方にすごくいいと思います。しかもね、結構小ぶりだったんですよ。こちらです。美味しそうでしょ、タコス。生地がね、もっちもちなんだけどサクサクっていうね、不思議な食感でしたね。結構こういったタコスとかって、例えばチャーリータコスとかはそうなんですけど、もう生地がパリッパリなわけ。もう、サクサク
っていうお店もあれば、逆にちょっと生地がしっとりしてるところもあるんだよね。これ好み分かれるんですけれども、私結構サクサクが好きなタイプなんですけれども、今回のこのタコスに関しては食べた時サクサクなんだけど、なんか噛んでいくともっちもちみたいな、すごい不思議な組み合わせで、これ生地が美味しかったんですよね。でもちろん中のお肉とか、ね、野菜とかね、チーズ、トマトも最高だったんですけども、一番感動したのはこの皮の部分が美味しかったです。これ皆さんもしよろしければね、富士屋行った時にね、タコス頼んでみてください。ちょっと私沖縄そばとかどうなんだろうと思って、今度行ったらちょっと沖縄そばとかも注文してみたいなって思いました。はい、ということで以上が私が今回7月食べに行って美味しかったランキングベスト3をですね紹介しました。7月に関してはね、結構すんなり決まりました。いろんなとこ行ったんですけれども、あ、もうこれ1位は富士屋だなっていうことはもう自分の中で確定でした。まあ、自分のね幼少期から食べているっていう、まあ、思い出もありますし、しかもね、ぜんざいがまさかあんな感じで分かれて出てくるとは思わなかったのでびっくり。しかもさらにですよ、この塩せんべいもついているっていうのは個人的にね、もう驚きの連続だったので、今回は第1位富士屋の本店に決めました。実は以前ですね、視聴者さんからおすすめのね沖縄のぜんざい屋さんも教えてほしいですっていうコメントがあったんですけど、もう今私の中では間違いなく第1位はですね富士屋ですね。これかなりクオリティ高いですので、ぜひね泊まり本店行ってみてください。おすすめです。では最後にお知らせです。今アンドトラベル沖縄2022が発売されております。朝日新聞出版からね発売されてるんですけど、今回ね沖縄推しカフェというコーナーで私出ております。雑誌と動画がコラボしていて、雑誌の中に QR コードがあるんですけれども、その QR コードスマホでピッてかざすとアハゴンアジサの沖縄観光チャンネルに飛ぶようになっております。すごくね見応えもありますし、どこのカフェに行こうかね悩む方も多いと思いますので、沖縄観光行く際はぜひこの一冊参考にしてください。おすすめです。はい、ということで今回の動画は以上になります。ぜひグッドボタン、チャンネル登録、通知オン、エタサルグトゥーニゲーサビラ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平デイビタン、またやたーい。